こんにちは。こんにちは、夫婦です。よろしくお願いします。お願いします。今日ご紹介するのは夫婦がとても、夫婦がとても僕らがバスクシャツというですねお洋服を知ってますか？まあ、知ってると思うんですけども、でも出す前まではよく知らなかった。あ、本当ですか、はい、バスクシャツっていうですね、まあ、マリンルックとかフレンチスタイルに欠かせないアイテムがあるんですよ、はい。まあ、まさに見ていただいた通り、この太番手っていうね、ちょっと固めなね、うん、太めの糸で作ったこのカットソー、はい、で首はボートネックであることが、このバスクシャツの最低条件ですよね。で、まあ本当に有名どころ、まあボーダーのものが多いかな。そうですね。セントジェームスとかオシバルとかね、もう定番でフレンチスタイルの、はい、もう王道として何年もずっと作られている商品ですけども、うん、まあずっと僕好きだったんですよ。昔から結構着ること多くて、個人的にもね、使いやすいし、あとやっぱこう生地がしっかりしてるから、へたれないし。うん、まあ、夏暑いかなと思うんだけど、僕はまあ夏もこうやって長袖着る人間なので全然問題なくね、腕まくりとかしながら着てたんですよ。でうちでもいつか作りたいなと思っていて、まあ、満を持してカットソーをやり始めたので作ったのがこのバスクシャツですね、はい。まず最初に見てください、こんなに種類あるので、実は気づいたらこんなにできちゃってた、はい、ゆっくりちょっとご紹介していきますけども、はい。まあ、まず最初に白と黒でね作りました。まあ本当は最初は白だけだったんですけども、ご好評いただいたんで。うちのバスケシャツの一番の特徴はこのお袖、はい、カフスがついてるんですね。この、まあ、着ていただくとお分かりになる、よりやっぱカフスがつくことで、まあ、バスケシャツの道を外れずに、外れすぎずに夫婦らしいこうスタイリングも楽しめるというですね、うん、本当にこれ革新的なアイテムだと思いますよ。いや、そうだと思います。これ結構やっぱりこの仕様がじゃあうち以外やってないかっていったらそんなことないですよ。バスクシャツに落とし込んでるとこはないと思うけどね、うん、カットソーでこういったカフスっぽい仕様っていうのはこれも昔からある仕様ですから、でもここの掛け算をしたのはまさに夫婦だけだと思います、世界で、はい。わお、はい、なので僕はこれをこれも定番として長く販売していきたい、はい。まあ、もちろん太番手の、コットンのカットソーで、もう王道のボートネックにして、まあ、うちのカフスしっかりつけて、袖は少しいわゆるバスクシャツよりはゆっとりがありますね、うん、ボリュームがあるわけじゃないんだけどもゆとりがあるので、結構バスクシャツって王道のものは、まあ、サイズによるけどもタイトとは言わないけども、まあ、時代の、シルエットになっちゃうから、まあ、うちくらいこのオーバーサイズではないけども、ね、ゆったり着れる方が、うん、まあ、着れる人が特に東アジアの人、僕らの骨格、東アジアの骨格を持った方にはいいのかなっていうのはありますね。はい、はい、で夫婦のちょっとタグがね、ここにオリネームがついているのも一つの特徴で、もうホワイト、オフ白かな、うん、とブラック、ブラック同じ素材でね出ましたね。いいよなこれな、うん、黒シックだよね。いいですよね、黒にトロタクの黒めっちゃかっこいい、うん、そうで白にトロタクネイビーとかね、これ同時期にトロタクスラックスも出て、はい、もういいスタイリングだとマリンパンツとか、いや本当にチャイとかでもいいしね。だ、うん、このというかバスクシャツは全部わりかし何にでも合うっていう、それこそジャンスカにも合いますし ね、うん、ベロアワンピース、ジャンスカいっぱい出てます今、うん、それらにも多分合わないものない、合わないものないよ、本当に王道のスタイルですから、はい。まあ、1枚で着ていただいて、中にブラウス着てる人もいる、うん、あ、タートルネックの、ね、セーターとかも全然人によっては着たらちょうどよくなる可能性もありますから、いい、はい、っていうのがノーマルバスクシャツ、はい、バス、夫婦バスクシャツでね、名前は、はい、こちらですね。で、もうこれが人気だったから、あ、皆さんに受け入れてもらえた、嬉しいということで、ボーダー作りましたね。ーー ました。まずこれが最初出たね。はい、ね、白オフ、なんだ？白ネイビー。白ネイビー。これ幹地になって、この身になっている方が先の方の色ですから、白かけネイビーですね。はい、で大体この身になっている身になっている地になっている方の色がカフスになるっていうのが、
高速なので皆さん覚えておいてください、はい、なのでこれは白ネイビーので、こちら、はい、こちらがわりかし好評いただいたのでじゃあ他の色も作ってみようということでやったーということでご機嫌な色出ましたご機嫌にあの2色展開これは難しいですよ黒んこれは黒白、うん、黒かけホワイトですよねだから黒のこのカフスでこれ結構おすすめこれ可愛いよね可愛いこれここ全部同じ形ですからね全部同じですで素材自体も一応品番は変わんないのかなだけどあのネイビーあの違うボーダーになったことでなんか柔らかいよね、うん、ちょっとね柔らかいでこの白赤いいね白赤これあのすごくモダンで私はすごくおすすめなんでなんかこの辺もちろん鉄板の色しか出てないから、はい、なんかちょっと変化つけたい人とかね、そうですね、いいんじゃないですかこれなんか結構それこそ、うん、あのなんだろうメンズに着てほしい確かに可愛いよねこれボーダーあとあのほら背中にね背中にねプロデューサースタイルできるあ確かに確かに、ね、それもいいかも差し色になって今やってる人いるかなわかんないでもあれの波ってね本当にね10年単位で来るからあの今その肩じゃなくてこういうやつああやってるあ襟やってないそれこそやってないあやってなかったイメージだけだった10年単位であのプロデューサーがけ流行るから、はい、あのその時のために持っててもらって今やってる子いるよねでもたまに僕が20の時流行ったんですよ、はい、ぐらいの時やってたもんえシティーボーイだったからシティーボーイそんな感じ で、はい、そんな感じでここが普通のバスクシャツたち、はい、ボーダーと無地が出てますでここからなんですよねその後、こちら、まあ、夫婦が袖ポワン時代に入ったということも袖ポワン時代突入のありまして袖ポワンバスクシャツですよねこれ本当にあの、はい、実験的というか なんでこんなのやるんですかってあの社内では最初は言われてたんですよこれやる意味あるんですかって違うやりたいんだ僕はってすごい全然違うね袖のボリュームが、うん、普通のバスクシャツこれごめんなさい普通のバスクシャツと比べてほらあ全然違うちょっと比べようおおほらこうこれが一周ですからねほらすごいほらはいここのね袖のカフスのところにギャザーがギュッと溜まっていて、うんちゃんとポワンできるようになっているのと、うんまあ、カフスがねちゃんとあることによってここがちゃんと腕で止まってくれるので、うん、確かにそれでよりこの形が綺麗になると思います、うん、なんかここでこう溜まる感じになります、うん、できるとこれも素材自体はここも一緒だよね確かに同じくらいなんか柔らかく感じるね同じ、まあ、生地のその量も違いますからね、うん、あすごいボリュームだねなので、うん従来のバスクシャツではちょっと物足りない方、はいあとは従来のバスクシャツでも言うてもちょっとこう袖私細いわというか、うん、もうちょっとボリュームあるものがいいわっていう方に受けてあとはまあ変化ついてるからね、はい、あの定番のものも買った方とかに受けてこれもまた再販もさせていただいたねそうですねありがとうございます、はい、で結構割と出すたびに人気だよねこれ人気ですね嬉しいこのグレーという色もハマってるのかなるほど、うん、使いやすいって思っていただいてるんだね、はいでこれをやったら、まあ、一旦こっち紹介しましょうか、まあ、ボーダーもやってみたいなっていうことで、まあ、で、はい、これはちょっとあのこれと比べると分かりやすい色がまず白地じゃなくてきなり地ですよねはいきなりブラックですよねこっちは白ネイビーですはいきなりブラックの袖ポワンきなりブラックでさらに袖ポワンなんで二重のね引っ掛けがついてますのでご注意ください難しいですね、はい、これあの覚える必要は全然ないですあの直感で欲しいなって思ったものを買ってもらったら全然大丈夫なので、はいはい、っていうものが出たよと、はい、で、まあ、ここまでがバスクシャツでした一旦終わりました、はい、バスクシャツのご紹介終わったんですけども、私バスクシャツずっと好き、はい、バスクシャツの次の展開を考えたいっていうので、まあ、作ろうと思った時に、まあ、社内でもこれはいるのかっていう議論になった問題作があってですねこちらでも意外と人気だったっていう人気だったんですよこちらなんですよねちょっと見てくださいこれはまさかの商品名で、皆さんに問う形新しいスタイルの商品なんですよ商品名がバスクオアノーバスクシャツ聞いたことない、
ハテナ書いてバスク、これは素材は、バスクシャツ、あちょっと違うんだ、なんか白と違う、これあ違うね、ちょっと違うと思いますよ、うんうん、こっちの方がなんかもう少し張り感がある、うん、張りがあるね、まあでもあのバスクシャツに使われるような太番手のね、はい、素材を使って伸縮性もあり、伸縮性があるから普通かぶり着で着れるんだけど、わざわざクルーネックにして後ろ開きにしているっていうところが、まずバスクシャツノーバスクなのかって、これはバスクシャツじゃないんじゃないか、バスクか、いやノーバスクだなっていうその疑問から商品名がそのなんてシャツって言ったらいいか分かんなかった、はい、そして袖ポアンですからね、袖ポアンです、これもバスクシャツだって、バスク最初言いましたよね、バスクシャツっていうのはボートネックで太番手を使ってこのスタイルだからバスクシャツなんだって言いましたね、はい、だからでも これはバスクシャツだよね、この袖ポアンでボートネックでこの太番手の生地だから、はい、でこれ太番手の生地でクルーネック、でもこれバスクシャツかなみたいなね、あなたはどっち、どっち派ですかね、だからエリーさんはノーバスク、私これノーバスク派です、ノーバスク派ですってよくわかんないこれはバスクシャツじゃないと、店長もノーバスク派、ノーバスク派ってじゃね、うん、シードさんはノーバスク、あノーバスク派なんだ、じゃあこれバスクシャツじゃないかもまあうちとしては、まあ、バスクシャツ関連のトップス分類に入りますか、ね、入る、でも着てほしいっていう僕のではターゲット、どういう人に着てほしいかっていうのが、バスクシャツはボートネックだからちょっと、あそうなんだろう、インナーが透けちゃった、なんか見えちゃったり、なんかそういうとこがちょっと気になってたんだけど、こういう生地のものは欲しいんだっていう方に向けたから、うん、そうなんです、いきなりこれをさ全然違うさ袖ボリュームノーカラーブラウスで出したら、バスクシャツ欲しかった人が見てくれない可能性あるじゃない、うん、だからバスクっていう名前入れたかったのだからバスクはノーバスク、あなたはどちら、このボートネックにね抵抗あるっていう方はいているみたいなので、まあ、いるでしょうね、結構この着やすいクルーネックで、うん、でもこの雰囲気保ちつつっていうのを、うん、なんかうまく再現できたのかなと思いました、ね、これのボーダーやってないね、うん、えでもこれのボーダーいります、だってこれのボーダーいりますかね、どうですか、バスクオアのバスクシャツのボーダーこれの黒はあってもいいかもしれないですね、ああ確かにね、うん、確かに私これ意外と好きなんですよ、だからそういうことなんだよね、バスクシャツからはちょっと気になってるんだけど、はい、私かなっていう人が、うん、これなら確かにバスクシャツ的に使いたいっていう人が、あと全部これごめんなさい、あれつきますからね、あこれつかないんだっけ、これはつかないと思います、ノーバスクの方にかかっちゃってるから、うん、これはだってここにいるから本当これがこの辺はつくよね、つくはずです、この辺はバスクとして認定されてるものはついてる、はい、あのちゃんとバスクのものはつくよはず、難しいですね、はい、今ので全ご紹介したので、はい、まあ、こっから増えることはまあないかな、はい、うん、うこう一旦で揃ったかな、ね、うん、バスク生地を使った、本当はねハイネックノーバスクオアバスクシャツみたいなのやろうとしたんだけど、なんかさすがにバスクじゃないなってなってやめたりしたから、まあ今のところこれが全部あいいね、一覧になってるとね、はい、はい、でございます、まあ何かね自分にピンとくるものがあった時にまた見直して、選んでくださいということで、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、袖ポアンボーダーバスクシャツでございますけども、店長はそのパンツ好きすぎないちょっとシワシワなんですけど、リネンのね、はい、これめっちゃいいですよ、うん、いいよね、確かに似合うよ、普通はでもこの色むずいかなってみんな思っちゃうわけよ、明るいから、うん、いいですよそうだよね、だって何にでも合わせてるもんね、本当に本当に何にでも合わせてるね、はい、あとちょうどいいなんかナチュラル感も出るね、シンプルだけどね、はい、このボーダーは、今リネングルカスラックスに合わせてくれています、はい、まあこれとか聞いてみる、このバスクシャツのこれはあの、うん、真っ白じゃないので、このジボディが、うん、きなりのきなりの色なので、はい、なんかこうパッと明るくなりすぎず、うん、ナチュラルに着れるので私結構この色好きです、あ本当ですか、一番好きなのどれ、これかも、あ本当、あどれかもそれ言ってたの、社内では人気ということで、はい、じゃあ次行きます、はい、袖ポアンバスクシャツグレーですね、はい、こちらはデニムのベストフレンドでしょうか、はい、いかがでしょうか、ちょっとスウェットっぽい感じの色味なので、うん、はい、カジュアルに着やすいですね、うん、でもこう
ボートネックなのでこうだるっと見えすぎず割とすっきり着れるんじゃないかなと思います。うんうん、はい、ありがとうございます。はい、ボーダーバスクシャツ袖ボワンじゃない方ですねのホワイトレッドでございますけども、これはマリンパンツに合わせていただいてますが、いかがなもんでしょうか。まあ、一番なんかマリンっぽいですよね。確かに夏って感じ、うん、鮮やかなね色で、一番なんかやっぱ難しい気がするんだけど、これがそんなことないですか。なんかそう思うんですけど、うん、意外とこのカフスが結構長いのがバランス取れて、うん、こう全部ボーダーのものよりも着やすい気がします、うん、おー、なるほどね。確かにカジュアルになりすぎないね。やっぱこういうマリンパンツとかだったらすると本当かっこいいですよね。はい、という選ぶ時の参考にしてください。はい、で同じくボーダーバスクシャツの黒ベースの白ですね。まあ、カフスの色がベースの色となっておりますので意外と分かりやすいので、商品買う時とかね、まあ、画像も一応ありますけど間違いないようにしてください。でこれに合わせていただいたのはベイカーパンツですね。はい、いいね、このコーデもちょっとやっぱシックなフレンチスタイルだね。さっきのマリンな感じともまたちょっと違う雰囲気ですけど、いかがでしょうか。なんか白パンツとか履きたいときは上こういう黒ベースの方がまとまるかなと思うので、うんうん、かわいい。これこのベイカーパンツもね、今ちょっとアウトしてくれてるので画像貼っておきますけど、これかっこいいんだよね。デニムなんですよ、実はデニムと同じ作り方していて、きなりなんですよね。これもホワイトすぎない絶妙なパンツの色。ああ、やっぱこんなにハイウエストいけるんだ。これ結構長いので、うん、チャイとかよりも長いので、うん、本当男性でも全然履けるんじゃないかなね。はい、という、こちらボーダーは僕これ今一番好きかも。なんか、真似したい、真似したいです。はい、ありがとうございます。はい、ボーダーバスクシャツ白ベースにネイビーですね。基本のボーダーとですかね、これがね。はい、2はチャイデニムということですけども、あ、もうバッチリですね。いかがでしょうか。カジュアル、一番カジュアルに着れる色かなと思います。うん、うん、もうまあ、デニムもめちゃめちゃいいね。これやっぱインしてきたのは何か意味があるんですか。デニムがやっぱハイウエストなので、うん、足長効果、足長効果も本当にまさにすごい、比率がおかしく見えるぐらい、はい、かっこいいですね、という、ボーダーバスクシャツでございます。はい、で、袖もポワンしていないシンプル黒バスクですね。はい、いかがでしょうか。もう本当シンプルなので、うん、何にでも、まあ、迷ったらこれ着ればね、はい。さっきのベイカーパンツとかでもいいし、うん、ちょっとシックに着たいならこういうちょっと黒のトロタクも合わせるのもこれも王道ですよね。もう一緒に着てくださいっていう推奨コーディネートですからね。はい、という、じゃあちょっと一周していただいて、まあ、見たことある人もいるかもしれないですけど、この動画、総まとめなんで保存しておいてください。はい、じゃあちょっとインしてみましょうか。はい、これに一応革靴とかね合わせる感じが良いのではないでしょうか、ということです。はい、じゃあちょっと最後白バスク指名させていただきます。何回着替えたんですか。何回でしょう。すごいよね。はい、ありがとうございます。はい、白バスクシャツ1個目のやつですねに懐かしいねコインポケットストレートパンツございますが、いかがでしょうか。まあ、白は一番使いやすいじゃないですかね。うん、もう別にね、うん、お仕事でも、はい、カジュアルに普段着でも、これじゃちょっとフォーマルめの印象で混ぜてくれる、はい、お仕事でもねいけそうな雰囲気になっております。このパンツもなんか久しぶりに見るとこのテーパーの感じと新鮮だね。最近世の中的にもちょっと楽ちんな素材にと雰囲気のが流行ってますけどもね、はい、ここにまた戻ってくる時期が来るんでしょう。あ、もはや新鮮に見えるかも、うん、はい、という白バスクシャツ、そしてバスクシャツ総まとめでございました。ありがとうございました。